私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。桜井翔、さだまさしの島、死の島の意外な施設に困惑どういうこと。嵐とも縁のある無人島。以前、別番組で嵐と曲を作ったというさだ。その曲、ニクインファイヤーのテーマとなったのが、さだが所有する無人島死島で、その全貌を紹介する VTR を一堂で鑑賞していく。1977年、大ヒット曲、雨宿りの印税2000万円で鹿島を購入。ミュージシャン仲間だけでなく、笑福亭鶴瓶やクリームシチューの上田晋也など、芸人も島を訪れていたことが明らかになった。驚きのスポット。桜井有吉弘之から、最高、すごい、と、歓声が漏れる中、さだが一番大切にしているスポット、として紹介されたのが、神社首都天満宮。桜井らが、どういうことですか?と驚く、中さだは親しくしている太宰府天満宮さんにお願いしてお分霊を頂戴して神社を感心したのと、解説。毎年8月11日後鎮座の日に必ず訪れていると明かされた。上陸経験者も、桜井だけでなく、有吉や道よぱこと池田美浦も、考えられない、すげえな、と仰天しか死闘の全貌。視聴者からも、さださんの死闘羨ましい、死闘、素敵だった、といった声が集まっている。また、死闘は昔ファンも行くことできて、私も日帰りと宿泊で2回上陸したことがあるのがちょっと自慢、と上陸経験のあるファンの声も散見されていた。死闘とは?死闘は港から専用クルーザーで15分のところにあり、周囲約500メートル、総面積 0.006 平方キロメートルとサッカー場とほぼ同じ大きさです。島の中央にあるお神木の松のそばに総工費3500万円のログハウスが建てられ、展望台からは自然を生かした景色を楽しむことができる。別棟には大浴場やバーベキューができる広い庭があり、船で2分のところにはゴルフ場もあるので、島の生活を満喫することができます。7日放送。桜井有吉座夜会に大御所ミュージシャンさだまさしが登場。さだが個人所有する無人島死闘が紹介され、嵐桜井翔らを驚かせた。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。